純文学って何？よいしょごきげんよう、ベルです。ごきげんよう、肌です。これちょっと迷う前回と何も変わってないじゃないどうやんだっけってこの手が難しいですね。さすがに練習してきてくださるかと思ってたんですけどちょっと練習してなかった。ちょっと直前までちょっと駒場東大で仕事だったんでちょっとすいません、はい、いやお忙しい中ありがとうございます。本日は、芥川賞作家の羽田圭介さんと一緒にリモートコラボでございます。今回はですね、私が動画で結構純文学のジャンルを扱うことも増えていまして、はい、そんな中で視聴者さんから一通の DM が届きました。 DM 何ですか、はい、読み上げますね。はい、ベルさんはじめまして、いつも動画楽しく拝見しております。書評動画で興味を持った紫のスカートの女を読んでみて、うん、今まで難しそうに感じていた純文学へのハードルが少し下がり、私でも読めるのかもしれないと思えるようになりました、うん、ですがまだ純文学について分かっていない部分がたくさんあります。エンタメ小説との違いや見分け方など、いまいちどこからが純文学なのかが分かりません。純文学について掘り下げた動画を今後候補に考えていただけたら嬉しいですと。はい、そこで、純文学を書かれている羽田さんの力を借りよう、いろいろお聞きしようということでございますので、はいはいはい、今回はトークテーマ純文学でいろいろと深くお話聞けたらと思っております。ただ最初に言うと、はいはい、一瞬で終わる内容じゃないかって感じもするんですけどね。エンターテインメント小説は起承転結とか読者の感情を割とある程度一定の方向にある方向へ持っていくっていうのを約束された文学だと思うんですよ、小説。例えばなんだろうな、サスペンス小説だったらドキドキハラハラさせる必要があったり、感動の小説だったらちょっと類線を緩ませる必要があったりだとか、例えばなんか感動の小説みたいな帯に書いてあったら、こういう感情になるんだろうなって思って読んで、まあ、ある程度それに近い感情に持ってかれるってことが約束されるわけですね。それってその物語のシステム的に起承転結があると人間ってやっぱ物語を受け入れやすいので、だからそのシステムを使って読者に約束された物語のシステムを使って感情を飲み込ませるわけですよ。それを約束しているのがエンターテインメント小説だと思うんですね、はい、で一方の純文学は読んだ後はこの終わりわけわかんねえとか、キキキキっていう章と点なくていきなりケツになったりとか、え、何この終わり方の、この本によりもたらされた自分の感情の分類の仕方がよくわかんないとか、要するに何にも約束してないと思うんですよ。だから純文学っていうのは、だから約束事とかを守んないくていいっていう、やっぱ自由な文学が純文学なんじゃないのかなって僕は思ってますね。うん、確かに、その純文学と言われる本を読むとすごく複雑な気持ちになりますよね。ですごく乱暴な言い方をすると、はい、その、はい、まあ、友達とかが言ってたんですけど、純文学って要は落ちない小説でしょみたいな感じで、はい、言われたことがあるんですけれども、はい、まあ、あながち間違いでもないのかなっていうふうに思っていまして、はい、だからその、向き合い方に違いますよね。だから要するに大体何か、人間ってそんなに新しいものに触れたくないわけですよ、その新しいものに触れてそれを理解できないってちょっとストレスじゃないですか。だからそれ排他的になったりとか、ちょっとよく分かんないっていうふうに排除しちゃいがちだと思うんですよ、特にもう考え方が保守的になった人とかは。ただいろんな出来事とか感情ってすでにそのある既存のものに全部が対別できるわけじゃないですよね、実際は。でもなんか自分の感情は本当は複雑で自分でも理解できないかもしれないにもかかわらず、自分の感情はこうであるに違いないっていうふうに、まあ、分類したがるわけですよね。だからそこのなんかあらかじめある大雑把な分類を取っ払って真剣に観察するっていうのが純文学なのかなって気がしますね。だから
それによって読んだ感想がわけわかんないっていうのはやっぱそれは整理がやっぱできてないから、まあ、それはしょうがないのかなって気がしますよね。それは純文学ってそうなるとこう訳作されたものがないだけに、はい、初心者にとっては読み方としては難しく感じると思うんですよね。今まで気づいたことない感情やものっていうものを突きつけられるわけだし、それをこう、はい、その整理するっていうことが、はい、まあ、そもそもできないよとかいう場合もあると思うんですよ。そうですね、はい、でそんな時にこう純文学でも親しみたいわって思ってる今の視聴者さんみたいな方に、はい、まあ、どんな風にこう親しんでいったらいいのか、まあ、おすすめの本でも構いませんし、あるいはこういう読み方をしてみたらどうだろうかっていう提案が ありますか。僕も小学生ぐらいの頃は、はい、あ、中学生ぐらいまでかな、なんか中学生ぐらいまでの頃は純文学ってなんか難しい小説なんでしょと思ってたんですけど、で別に小難しくない小説も多いわけですよね、むしろ本っても僕埼玉の実家から東京の学校まで通学の中で電車の中で本読んでたんですけど、はい、初めの頃はどんな本でも読めてたんですけど、なんかある程度本読むとエンターテインメント小説の展開が読める起承転結がなんかもう邪魔に思えてきたんですよ、うんうん、なんか数行先がずっと想像できる感じが、はい、さ同じことって繰り返したら飽きますよね、うんうん、だからなんか僕はもう繰り返しが耐えられないっていう飽き性なんで、うん、はい、なんか新しい考察をなんか新しいものに触れたいみたいな感じなんですよね。だからでそこで手に取った純文学って、まあ、確かになんだろう、昔の海外古典文学の翻訳とかって古めかしい文体で登場人物の名前ややこしいとか、確かにそれってとっつきにくさあると思うんですけど、うん、で別にもっとそこらのミステリー小説よりよっぽど読みやすい純文学作品だってあるわけですよね、うん、はい、変異な言葉で書かれたそんな情報量が多いわけでもないっていうものたくさんあるわけなんですよ、うんうん、はい、だからまず作品によって全然その感じって違うっていうのがありますね、うん、それではおすすめの本、まあ勘でよ何でも読めばいいと思うんですけど、ええ、長島優さんの本とかってまあ読みやすくて、読みやすい上に小説でしかできないことっていうのはやっぱ書かれているので、まあ長島優さんの本は割と最近いろんな人におすすめしてますね。人によってなんか違うんですよね、はい、僕はある程度例えばまあ200冊ぐらい本とか読んだ、はい、多分中3ぐらいかな、中、はい、200冊ぐらい読むとさすがに物語のパターンに飽きてきて、うん、っていうのがあったんですよ。僕の場合はエンタメ小説の展開に飽きた、もうお約束、僕はお約束に飽きたから純文学も読むようになったっていう経緯があるんですよ。でも人によっては普段全然本読まないんだけど年に 3,4 冊読む本が全部純文学作家の本っていう人もいるわけですよね。だからその人って多分、はい、起承転結の物語には別に飢えてないっていうか何も関心がないんだけれど、なんか独特な考察とかには面白いと思う感性があるっていう、だそれは結構人によって違うかもしれないですよね。あんま本読んでないけどすごい、あなたセンスいいですねっていう人も結構、それ年齢関係なく若い学生さんでもいらっしゃったりするので、うんうん、はい、それは人によるかもしれないですね、うん、肌さんとしてはぜひ本を読むとなったら純文学にも親しんでほしいなというふうに思いますか。まあ僕ぶっちゃけそんな分類しなくてもいいんじゃんと思ってるんですけどね、うん、今こういうテーマで話してますけど、うん、例えば、最近久々に山本文夫さんの新刊本読んだんですけど、はい、自転しながら好転するって、はい、これ、まあ、まだ発売されてないんですけど、まあ、動画が出る頃には発売かなって感じなんですけど、やっぱ山本さんは、まあ、直木賞も取られてますしプラナリアで、はい、もう32年小説書かれてるんですかね、はい、エンターテインメント畑でずっとやってきた方ですけど、うん、やっぱエンターテインメント性はありつつもやっぱ考察とか、うん、なんかその描写文章単位の細かな裏切りとか、うんうん、そういう文章の芸とか人物描写とか
めちゃくちゃうまいんですよ。うん、だからその辺の全部入ってる、全部入ってて文章単位の細かなテクニックとか芸裏切りとか、そして起承転結のストーリーも入っているって全部入ってると、別にこれエンタメとか純文とか分類しなくてもいいよねって気になるんですよね。それってまあなんだろうな、高村薫さんとかもそうで、僕は高村薫さんって今は直木賞の選考にされてるんですかね、で昔はご自身も直木賞取られて、でももう僕中1の時にリビエラを打てって小説読んだんですけど、はい、あれもまあスパイの小説なんですけど、文章はもうなんか純文学的な感じなんですよ。役割のための文章じゃなくて、はい、ってなるとなんか分類に意味あるのかなっていう感じはしますね。私もそこは少し疑問に思った出来事というか、はい、あって、はい、浅井亮さんの桐島部活辞めるっていうを読んだ時に、すごく純文学っぽいようなこう感想を持ったんですね、はい、感覚というかなって、はい、でも一方で浅井亮さんって直木賞も受賞されてるじゃないですか、はい、で、まあ、直木賞というとこう大衆文学のイメージがあって、でもなんか、はい、まあ、作品ごとにも違うし、まあ、文章ごとにもその、まあ、純文学性大衆性というのは、まあ、混合してるからこそその純文学っていう言葉がね、こう、まあ、浮いて見える時もあるのかなとは思うんですが、そうですよね。で、僕が芥川賞を取った時に一緒に直木賞を取られた東山さんは、やっぱ文章もやっぱり別に純文学雑誌で書かれててもおかしくないっていう、ていうかむしろ細かい描写とかもやっぱり文章だけで楽しめる要素ってたくさんあるんですよね、だからで、なおかつ話の筋も巧みで、分類って意味あるのかなってなんかその時にも強く思いましたね。全員ここにいる3人全員直木賞でも青木坂賞でもどっちでもいいんちゃうみたいな感じは当時読んで思いましたね。最後に羽田さんの作品の中で、まあ、純文学これから親しんでいきたいよという方におすすめのものはありますか、はいはい、ちょっとエンタメ性も楽しめながらこう文学性も味わえるという出てるやつだと、純文学の自由さって言ったら成功者系かなって気がしますね。おお、成功者系。あ、せっかく今日いっぱい持ってきたんですけど、はい、たまたまなかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。その後に出たポルシェ太郎の方が、まあ、はい、僕としてはまあちょっと技術的には上かなと思うんですけど、こっちはむしろなんていうのかね、エンターテインメント的な構成も割とバランスは、はい、まあ、私もそう感じてます。はい。気がするんですね。なんですけど、エンターテインメント小説ではない手法ってちょっとなんかメタフィクション的な手法、なんかこれって作者なのとか、はい、そういうなんか余計な情報とも、はい、っていう感じで思わせる感じ、要するに何でもありかんで言ったら成功者 K の方が割と自由っていう点では純文学的かなって気はしますね。なんかもう週刊誌を読むみたいな感じで楽しみながら、ゴシップ感を楽しみながらも、これね、これ純文学なんだって楽しめると思うんで買ってください、はい、ぜひお願いしますお願いします、はい、ということで今回お話聞いて、私もその純文学って言っておきながらこう、はい、なんとなくモヤモヤしたものを持っていましたので、ここで、はい、羽田さんのお話を聞けて、はあ、すごくストンときたというか、あ、なるほどそうだよなっていう風に、はい、なんだか読む方も自信を持てましたね。そうですかね。今一度分かりやすく言うと、はい、お願いします。純文学の定義が自由で意外と何もないですよね、はい、一方のエンターテインメント小説はいろんな定義がある。純文学は意外と何もない、だと思います僕は、大雑把に言うと、はい、そこも意外でしたね。だから小難しいっていうか、むしろ逆で何にもない自由っていう感じですよね、ということで今回は羽田さんとの素敵なコラボで純文学についてお話しいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました、羽田さんもあの YouTube チャンネルをやられておりますのでぜひぜひ、はい、そちらでもね、本の解説ですとか、はい、プライベートな部分も覗けると思いますのでチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。最後までのご視聴ありがとうございます。この動画が面白いな、参考になったなと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。それではごきげんよう。ごきげんよう。